ニールス・ユールは、デンマーク海軍の解剖戦艦。艦首の分類は公式には、軍艦、1932年より、砲術艦とされていたが、この分類には、他の解剖戦艦も類別されており、ニールス・ユールも、解剖戦艦と考えられている。後に、ドイツ海軍の砲術練習艦、ノルトラントとなり、第二次世界大戦で失われた。 艦名は17世紀の海軍提督ニールス・ユールに由来する。本艦は、デンマーク海軍が、自国の沿岸警備のために作り上げた、海防戦艦である。本艦は全球、ヘルルフ・トロル級の改良型として1908年海軍整備計画において、設計された。1912年に設計され、1913年に、設計完了された当初は、 ヘルルフトロール級と同じく手法を砲塔に収め、副砲をケースメート配置する武装配置で 30.5cm 砲を単装砲塔2機と 10.5cm 速射砲8機を搭載する予定で1914年6月にクルップ社に備砲を発注した。艦隊は第一次世界大戦が勃発した1914年に コペンハーゲンのデンマーク王国海軍交渉に発注されたが、交渉は多忙を極めていたため建造の進捗は父としたものとなった結果、1918年に浸水した。さらに、第一次世界大戦の勃発によりクルップ社から、 方針の製造を断られてしまい調達できず、同大戦後に建造計画が再開された時に、デンマーク海軍は主砲ボフォース射性 15cm 速射砲を発注。1922年になって、無事に主砲の入手を果たし、15cm 速射砲十門に統一した、装甲巡洋艦的な設計に変更がされて、竣工した。 設計変更後の手法配置は、前方に2機2門が左右に配備され、両弦に3門ずつ、後方に背負い式に2門を装備していた。竣工当時のニールスユールの武装配置を示した図。本艦の船体形状は、艦首から艦尾まで、なだらかに傾斜する、平ら乾板型船体である。水面下に、 昇格のつく艦首から乾板上に 15cm 速射砲を棒立てのついた単装砲がで並列配置で2機、司令塔の背後に三脚式の全部マストが立ち、マストチューブに即居技を乗せた操舵環境が配置された。船体中央部に立つ一本煙突の周囲にはキセル型の通風塔が立ち、煙突の後部は関西低置き場となっており、2本一組で、 片言二組ずつのボートダビットが片言二組ずつ計四組により運用された。原則甲板上1 5トル速射砲が等間隔に片言三基ずつ配置された。煙突の後方に後部構造物が設けられ、その上に簡素な短脚式の後部マストと後部速挙儀償を兼ねた単小灯台が立ち、 その後ろに 15cm 速射砲が後ろ向きで1機、配置されたところで構造物が終了し、後部甲板上に 15cm 速射砲が後ろ向きに1機で背負い式に2機が配置していた。この武装配置により、監視方向に最大で 15cm 砲を4門減速方向に最大で 15cm 砲を6門完備方向に 最大で1 5トル方4門が試行できた。収益後は主に王室ヨットや練習艦として運用された。ヘルルフトロール級解剖戦艦3隻のうち2隻が退役すると、その数年後の1935年から1936年にかけて近代化改装され、全部マストが多層化して、式装置を増設し、近接火機の変更は5 7トル 広角砲4門が撤去され、代わりに窓栓 2cm 単素基準10丁と 8mm 単層基準8丁が搭載され重量増加したために軽量化のために後部マストが撤去され、代わりに煙突の左右に信号ヤードを設けてアンテナ線を展開した。1939年には 40mm 砲2門が増設された。本館の原則防御は、 末端部 155mm から中央部で 195mm にもなる装甲が厚さ 50mm のチーク材の上に貼られた。水平防御は再厚部で 55mm であった。主砲の棒立ては、前立ては 44.5mm で側面と、天外は 12.7mm で防御されていた。司令塔は、側面部が 170mm で、 天外は 40mm で、艦内への交通塔は 100mm 程度であった。第二次世界大戦当時のデンマーク海軍最大の艦であったニールスユールは、1940年4月のベーザー演習作戦によるドイツ軍の侵攻では、海面の氷の状況が思わしくないことから、乗員を減らした不活発な状態でコペンハーゲンに存在した。そのため、山陽門が、 ランゲルニエ地区に停泊したドイツ艦に発砲した可能性が指摘されるに止まり残存している。その後のドイツ占領下ではデンマークの内海に行動範囲が制限されシェラン島のイスフィヨルドで練習任務に当たっていた。しかし1943年には占領軍であったドイツ軍との緊張が高まりデンマーク海軍のスウェーデンへの脱出が検討される。 状況となった。1943年8月29日、サファリ作戦と呼ばれる、デンマーク間接収作戦を開始したドイツ軍に対し、ホルベックに停泊中のニールス・ユールは、脱出を試み出航した。ニールス・ユールは、イスフィオルド出口付近で、ドイツ海軍に捕捉されつつも、船ネス沖に進出した。フネステズ沖に進出したニールス・ユールは、 新たな命令を待ちながらもドイツ軍とイスフィヨルド出口に嫌い腹が構築されている可能性を警戒しつつ後悔を続けたが脱出阻止を目的とした航空機による威嚇攻撃を受け進路を南に変更したその後4度の航空機による攻撃を受けた一気に大使損傷を与えたものの5回目の攻撃による資金弾の爆発と破片により艦は 電力計に重大な損傷を負った。乗員も5人が負傷し、うち1名は2日後に死亡した。これにより、船捨て図をきで停止して、新たな命令を待つこととなった。この戦闘は、直撃弾を受けなかったにもかかわらず電力計に大きな損傷を負うなど、軽空脅威を考慮して設計されていなかった間の脆弱性を示す結果となった。その後、 ニールスユールには待機命令が与えられたものの、接種を免れるために脱出を断念し、座礁及びその後の自爆を試みた。ニュクービンシェラン南岸に乗り上げて、座礁には成功したが、その後の起爆には失敗した。偽装品の多くを投棄することには成功したものの、翌日、艦隊はドイツ軍により接収された。1943年10月には、 ドイツ軍による引き上げ作業は終了し、キールで海装に入った。ニールス・ユールが装備していた砲は、撤去されて、要塞砲とされ6件とフレゼリクスハウンに4門ずつ配備された。撤去された砲に代わり、新たに10.5センチメートル広角三3三37ミリメートル機関砲3門、20ミリメートル基幹方16門、8ミリメートル、機重4丁が装備された。 ノルトラントと解明された艦は、1944年9月に、収益し、乗員200人に加えて400人の訓練が可能な、砲術練習艦となったが、ドイツ敗戦直前の1945年5月3日、連合軍による空襲下のキールを脱出し、エッカ・アンフェルデに向かう途中、エッカ・アンフェルデフィヨルドで、連合軍機により大破、自沈処分された。撃沈後も、 デンマークではその過程が知られていなかったニールス・ユールは1952年にスクラップとして売却決定後に除籍された。搭載法はフレゼリクスハウンのバングスボー要塞で1962年まで使用され、その後一門が解体されたものの要塞法としての姿が3門残されている。コペンハーゲンで保管されていた法もバングスボー要塞で展示されているほか、 座礁地点の近辺のアンバーグ荘園にも展示されている。金はコペンハーゲンのデンマーク王立海軍博物館に展示されている。スクラップとして引き上げられなかった艦隊は北緯59度20分、統計9度58分の水深23から26メートル地点に残されている。公式データハットデニッシュネーバルヒストリーハット。 ネイビーペディアハット http コロンスラッシュスラッシュ w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  r e c k s i t e e u スラッシュレック .nspx 59476ミイストハット ab コンウェイ S. オールザワールドファイティングシップス1906から1921ロンドンコンウェイマリタイムプレスピアニッシ三百352 ISBN 0851772455ハット、スティンソン、RS、ボーパンツースキーブ、マリンヒスタリスクセルスコブ、P416 コノフシ全般の出展として、デニッシュネーバルヒストリー・ザ・バトル・イン・アイセフィオルデン、ハット ABC ・ミースト、DK ・ハット、バングスボ・フォート・ハット、バングスボ・フォート・ニールス・ジュエルズ・カノナー、デンマーク・海軍・バブル・オッチャーズ、ありがとうございます。